はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回10分切れ負け、相手の方、初段の方になりました。よろしくお願いいたします。前回ですね、藤井二冠が、将棋ウォーズやったら、どうなるのかっていうお話をちょっとね、したんですけど、あれですね、藤井二冠の王位戦第4局の封じ手以降の指し手が全部こうソフトと一致した100%になったっていうちょっとお話をして、その動画がありがたいことにすごく大反響いただきまして、でそこでですね、藤井二冠が将棋ウォーズやったら本当に、将棋ウォーズとか将棋クラブ24やったら本当にバンされんのかどうかっていう話をですね、かなり本格的にコメント欄とかで議論されてて、またそういう動画も出してくれっていう要望もあったんで、本当に、ガチ検証やっていこうかなと。まあ、検証じゃないですけどね。まあ、私のガチ考察をちょっとやっていきたいなと、今回は思います。結論から言うと、3分はまあ、されないと思います。3分でそこまでその正確性出すっていうのは、まあ、人間にはほぼ無理ですね。普通の人間にはほぼ無理なんで、まあ、ほぼされないかなとは思うんですけどね。まあ、ただ、3分でも、フィッシャールールとか、すごいありえないぐらいの早出しじゃないですか、あれって。あれで、9勝3敗っていう、割ととんでもない数字出してるんで、まあ、ちょっと、そうですね、3分でも、ちょっとね、どうだろう、一律7割ぐらいいっちゃってもおかしくないかなという感じはしますね。あと、仮に3分でも、なんだろう、例えば、アマチュアの、結構なんか、アマチュアって結構なんていうのかな、序盤が、三プロに七比べ銀だいぶ戦甘いって言法。われるんですけど、だからある程度その序盤で道筋が立ってしまって、最後、例えば残り2分から1分考えて藤井二冠が読み切って、で、しかも相手の人が投了しなかった場合に、藤井二冠の頭の中ではもう完璧に読み切ってるわけですよね。だから、まあソフトとの一律も必然的に高くなると思うんですけど、例えばその評価値2000ぐらいの局面ですね。そこからやった場合ってすごい、なんていうのか、ほぼほぼもう藤井二冠最善手のみで逃げ切ると思うんですけど、で、プロ棋士同士だと、だいたい評価値2000とかいっちゃうと、まあ、投了する人もかなり多いんですけど、アマチュアの場合って、まあ、最後の詰みの一手までやるんで、必然的に評価値多分8割とか、藤井二冠が早い段階で優勢になった場合、まあ、8割とか9割とか、叩き出してもおかしくないかなとは思うんですよね。まあ、ということで、ですね、3切りでも展開次第では評価値、あれですね、一致率が、まあ、8割、9割いっちゃう将棋もあるかなということで、で、ウォーズ運営的には8割、9割とかいく将棋が、なんだろう、3切りにもかかわらず、例えば10局中2局とか3局とかなってくると、あ、こいつ怪しいんじゃねえのって話に。しかしこれついてどうなんだろうな。同歩だと同角ですね。で、4一の王様の位置が悪いんで、4八飛車とか回った時に、もろに、ここ、取ると、まあ、取りますか。取って、歩なら、まあ、一回角出るとか、銀かわすとかで、まあ、いけそうですね。ということでちょっと話戻りますが、そうですね。ただね、言っても3切れだったら多分、まあ大丈夫かなとは思うんですよね。まあ10局中1局ぐらい、なんか一律8割、9割とかのちょっと怪しい将棋が、まあ、出てはしまうと思うんですけど、それぐらいで、基本的には大丈夫かなと。で、10秒将棋に関してなんですけど、これも、どうですかね。多分大丈夫かなとは思うんですよね。普通の人間であれば、まあ10秒将棋って、そうですね、ほぼほぼプロでも一律そんなないとは思うんで、まあ多分大丈夫かなとは思うんですけど、やっぱり序盤、さっきも言いましたけど、まあ序盤である程度作戦がはまって、もうほぼほぼ優勢から小勢ぐらいの局面を築いてしまって、そうなるとちょっと話変わってきますね。そこからプロ同士であれば投了するような局面でも、まあ、アマチュアが延々とこう差し継いでいって、詰みまでしっかりやるって話になると、まあ、これは本当かなり、一律出てしまうと思いますんで、どうなるかなというところですね。で、まあ、ただ、言っても多分問題ないかなと。
いくら藤井二冠といえば家でも、まあ、そんなに、正確には、10秒将棋では指せないと、個人的には思います。これ次、6号ついて取れば、角成りですね。なんで、そうですね。だから、3分とか、あー、なるほど。取って、突くと、5五歩ってことかな。単に6五歩の方がいいか。で、取って、どっちがいいかな。迷うな、これ。一回同歩同銀で形乱してからの、なんか、6五ついてっていう手もあり得るし。まあ、それですか。まあ、ということでお話続きですが、まあ、3分と10秒に関しては、まあ、多分、私の勘ですけど、きっと大丈夫だろうと。バンされることはまあないだろうなというふうに思います。で、まあ、到達予想段位ですけど、3分切り負けの場合は、まあ、おそらく、まあ、九段手もほとんど、まあ、鬼神とか、なんならもうゴールド鬼神、全部ゴールド鬼神とかの、まあ、そういう人たちがやる世界なんで、まあ、いくら藤井二冠でもちょっと九段は、3切れ九段はちょっと難しいかなとは思うんですよね。あれだけなんか、直感力とかが問われる3分切れ負けにおいて、まあ、しかし取って5七角から、まあ、3九角成あるんですけど、それ6八しちゃって回れば、6三歩成がきついし、向こう歩切れなんで、まあ、勝てそうですね。ということで、まあ、ちょっと話戻りますが、3切れと10切れは多分大丈夫。で、問題なのが、3切れと10秒は多分大丈夫。で、取って6六打つとどうするんだろうな。まあ、やるか。で、問題なのがですね、10分切れ負けなんですね。これに関してはちょっと私、本当に、番確率、ああ、なるほど。しかし、6八かわすと6三歩成がきついですね。6八飛車に5七角成ってことか。まあでも、なんとかなりそうですね。なるかな？大丈夫かな？先に歩成入れてっていう手はあるか。で、同金なら飛車回って。あ、でも、結局、どの道5七角成か。じゃあ、単に回るか。もうちょっとね、7五角成とか7五飛車はいいんだけど、5七角成で飛車取り見せられるのがちょっと嫌なんですよね。ということでちょっとね、10切れに関してなんですけど、まあ、かなりあると思います、これは。10切れだと藤井二冠、実力、まあ、だいぶ発揮できてしまうんですよね。藤井二冠が実力を発揮できてしまうっていうことは、非常にまずいことが起こるということですね。だから、まあ、一律で言っても、多分8割ぐらい。あれですね、なんかプロ同士って、どうしてプロ同士の対局でそこまで一律高く出ないかっていうと、やっぱりプロ同士って、なんだろう、多少疑問手があってもほぼほぼ最善手だったりするんで、そういうのが大きいと思うんですよね。私これどうしようかな。困ったな、これ。6六角馬切る、取って飛車打つ、銀打つ、王様、まっすぐ上がる。それでもいいか。ちょっと角打つか。わかんない。まあ、6八馬、同玉もありますね。どっちがいいんだろう。で、今、言ったように、まあ、プロ棋士同士の対局っていうのは、本当に、一方的になることがすごく少ないんで、だから、まあ、序盤から差がつくこともかなり少ないですし、あとまあ、あれですね、一方的になることが非常に少なくて、さらに仮にどっちかが有利になったとしても、一方はもうかなり最善に近い粘りをしていくというわけですね。まあ、そういう中で、7分。一回叩くか。まあ、そういう中で、その、差がついていく。なんていうかな。基本的に一律がそんなに高くは出ないと。まあ、だから、やっぱり、藤井二冠が叩き出した、その、王位戦第4局での一律ほぼ 100% っていうのが、驚きを持って受け止められているという側面もありますね。いやー、しかし、これどうすんだろう。7四歩は4三飛車で銀取り受かっちゃうのか。そうなるとちょっと話変わってくるな、これ。どうしよう、これ。4四角飛車に、5三銀で寄せ切ることができるかどうか。いやー、勢いで行ってみるか。いやー、あんまりこれ良くないかもしんないな。
ということで結論としては、3分と10秒は多分大丈夫、10切りに関しては非常に危ないと思うというのが、私の考え方でございます。ぜひ、これに関してはちょっと皆さんの意見も伺ってみたいんで、ぜひね、コメント欄で書いていただけると大変、面白く拝見させていただくことができると思うんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということでちょっと将棋がですね、これちょっとあんまりどうだろう、大丈夫かな、これ4四角飛車に5三銀で勝てればいいんだけど、大丈夫かな。いやー、取って取って6七歩が結構怖いんですよね。同金だと5八銀とかで、嫌ですよね。最悪千にしてぐらい狙われてしまうんで。で、かといって7四歩はちょっと4三飛車と回られた時に決め手が、見つかってないんですけど、まあ、7二角とかでマッサージしていけばいいか。よし、それでいこう。そうですね、まあ、そうなんですよね。これで、まあ、しかし、相手の方は、あれですね。しかし、すごくなんか、いや、これどうしたらいいんだろうな。相手から見て。まあ、6五桂は、金引くか寄るか、まあ寄る方がいいですかね。そうですね、これどっちがいいんだろう。なる、一回なるか。こっちかな。次4四角があるんで、なんか一回受けるんですけど、受けたら8一馬で、次6五桂馬と、ああそうですか、もうそっか。5分取るか。こんなとこでビビってたらね、勝てないですからね。どん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 ガン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 攻めて。いやー、しかし、同飛車同馬6五桂馬が当然一番嫌ですね。嫌ですが、7一飛車と打った時に合駒がちょっと難しいっていうのが向こうのデメリットで。ああなるほど。ん、ああ、なるほど。これいい手かもな。そっか。なるほどね。そういうことか。同馬だと4四飛車で角取られちゃいますね。はあ、なるほどね。これは、いい手かもしれない。どうしよう。銀引きますか。ちょっと薄いけど。で、同香なら同角で、次の4四香車見せてね。いや、これはいい手っぽいですね。6五香車。すごく、感動しました。同香なら同角で、次の4四風ないし、4四香車が、まあ、厳しくなるという手でございます。5三銀でもう一粘りかな、これ。香車いい手でしたね。まあ、こっちが優勢だとは思うんですけど、やっぱこういう手を刺されると、ドキッとするし、負ける確率も上がってくるんで、すごく素晴らしい手だったと思います。まあ、ということで、先ほどのまとめに、あ、これは何だろう。あ、5八銀と打とうってことか。一回取った方がいいですかね、これ。取って取って香車、桂の方がいいかな。取って桂の方がいいですか。まあ、同飛車なら同角で。4三銀にはもう馬逃げずになんか5三香とか勝ち込んでいけば寄るかなって感じですね。4四銀なら、香成同玉に、なんか、歩成から8二飛車とかも相当きつそうですし、なんか、寄りそうですね。はい。なんとかなるでしょう。これで次、5二香成同玉、5三角成、で、4一玉なら、まあ、5一、まあ、5二金打てば詰みだし、6一玉なら、6二馬同玉、6三歩成から、どこに逃げても金打ちで詰みですね。で、4二金よりは5一飛車で詰みますんで、金は買わせないと。いうことで、で、こちらの王様はまだ詰めろにもならないということで、まあ、勝ちがほぼ確定した状況になっております。さあ、どうするでしょうか。ということで、さっきのお話の、まあ、ちょっとね、まとめなんですが、3分と10秒は、おそらく、大丈夫。バンはされない。10秒賞金に関しては、ちょっと人間ではありえない強さっていうことで、バンされる確率もあるかなと思います。プロ同士だったらね、そんなに一律、なんだろう、お互い最善手同士のこう、ほぼ
疑問手にしてもなんかかなり粘り強い手だったりするんで、そこまで正確に逃げ切るっていうのが非常に難しいんですけど、アマチュアの場合はやっぱり粘りが弱かったりして、本当に何だろう、一方的にこう簡単な局面に極めてなりやすいっていう側面があるんで、簡単な局面になりやすい上に、投げない、積みまで投げない、この2つの要素が重なると、まあ、一律が極めて高く出やすいということで、それを加味して考えるとちょっとね、危ないかなっていう気はしますね。10分あればもう十分、藤井二冠の場合はアマチュア相手であればもうほぼ完璧な将棋が、ありがとうございました。ということで感想戦やっていきたいと思います。まあどの辺ですかね、まあ、ほぼ完璧な将棋が指せてしまうということで、一律も極めて高く出やすいんじゃないかなと個人的には思っておりますと。まあとりあえずちょっとあれですね、4号の位がほぼ4号の歩がねほぼ無条件で取れたんで優勢かなと割と序盤早々に思いました。多分これですね、4六がまあまだ若干同歩同角で若干悔しいんですけど、まあ、まだ取るべきだったかなというところですね。ただこの時点で同歩なら仮に4八飛車と回った時に4一玉が4八飛車の射程に入るということで、やっぱりちょっとここはすでにこっち良さそうですね。まあ、ということで、遡ってこの4五歩がおそらく悪手で、ちょっと4六歩ついてこっちの同歩なら同角で飛車に当たるし、あと4八飛車回っても4一玉の射程に入れられるということで、まあ、おそらく4五歩がちょっと疑問手で、この4筋の歩を取って優勢になりました。で、6四歩は次7五歩で銀殺しに来てるんで金寄ります。これで7五歩には6七銀作って、やっぱりちょっと一歩得で4五の位が大きいので優勢かなと思いました。で、4六角で具体的にこの優位を拡大しに行きます。4五歩に6四角と強く出て、あれですね、まあ、7五銀から3九角はハッとする勝負手でいい手だったなと思ったんですけど、やっぱり従わして角成りで6六角って打ってなんとかなったかなと思いました。で、6九に銀埋める方がいいかなと思ったんですけどね、強く金引きとか、あと王様上がる手もちょっと考えはしたんですが、まあ銀でいいかなと思いました。で、ここですね、4四角はちょっと7五飛車嫌だったんで、まあとりあえずこんなもんでいいかなと思って、まったり行くことにしました。で、ここであれですね、1九竜と取ったら5四角成りで6五香車が、手順に消えるっていうのがこっちの自慢ですね。ただここで6五歩はあったかもしれないですね。ただ6五歩なら4四角同歩に、6三、4四角同飛車に6三歩成と、厳しい拠点ができるんで、まあそれもこっちが優勢かなと思いました。そんな感じですね。で、最後6五香車はハッとする勝負手で素晴らしい手だなと思ったんですが、まあ、6六銀もまた、割りながらそこそこに冷静な一着で、これでようやく勝ち筋が、近づいてきたかなと思いました。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。まあ、先ほどのちょっと私の勝手な、藤井二冠に関する、藤井二冠が将棋ウォーズやったらどうなるのかっていうあれなんですが、ぜひね、コメント欄で感想いただけますと大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。